おはようございます。2022年5月16日月曜日です。今9時です。これからちょっとジムのお仕事で奈良まで行きます。今日の奈良は曇り、まあ、ずっとちょっとお化粧してたので今日はもうすっぴんで過ごしたいと思います。良い一日をお過ごしください。奈良の来たことない感じのとこ来てるんですけど、なんか昔ながらの素敵なお家が並んでますね。町屋さんですね。スマホの地図を頼りに来てるんですけど、全くどこに向かってるのか想像がつかない。まだ行くのかな。こっちかな。はい、閑静な住宅街。全くわからないところを歩いてますが、これから、奈良市役所に書類を取りに行くことになりました。歩いて30分ぐらいって書いてありますけどね、初めてのお使いのバージョンですね。裸眼にすれば成功すると。昨日もそうそう、裸眼だからいいこといっぱいあるの。私はみんなはね、見えないとって言うけど違うものが見えるんですよ。例えば昨日だったら神社行ったんだけど、木と木の間に蜘蛛の糸が張ってるんですよ。蜘蛛の糸が。でももしメガネとかコンタクトだったら見えない。そういうのって近くに行って、なんかあるって。このだからやっぱりね、今までずっとコンタクトとかメガネは感受性を殺すって思ってたのは正解でした。蜘蛛の糸とか、あれなんかあるっていう、そういう繊細なのがちゃんと見えるんですよ。わ、大通りに出ましたね。どこじゃらこれは。駅まで30分ってことは多分バスがあるでしょう。やった、奈良で初めてのバス。あ、奈良の富代ではお散歩がてらのバスは乗ったことあるけど、目的地に着くためのバスは初めてだ。あれ何、警察署？すごい、奈良県農業協同組合会館だって。あ、JA ですか。すごい、バスがすぐ来た。よくできてますね。さて、これから歩いて市役所か。ガーン。喜んだのもつかの間、私が思ってたのは県庁だった、奈良県庁だった。市役所は別のところで、またバスに乗ることになりました。さっきのところが近かったのかもな、もしかしたら。わからないけど、バス旅。9番か11番って言ってたな。
ございました。ここだ、奈良市役所。昔一回来たことがあるかも。あ、ここがマリオットホテル、もしかして新しくできた。4年だから4年前ぐらいに北海道から奈良から始まるっていうキーワードで来た時に、2回エステの出稼ぎに来たんですよ。で、3回目で決めたの、住もうと。でもその2回の時に、やっぱりこう移住する時には市役所がいいじゃない、いろいろ資料があるからっていうので、だから4年前に来たことがあります。4年前のだから4月に帰ったからさ、冬春、うん、その時に駅から歩いて、なんかえらく遠くて、普通市役所とかは便利なとこにあるじゃないですか。それでえらく歩いて来た覚えがあります。だから4年ぶりってことか。はい、すごいですね。いろんなお店があるもんですね。ありがとうございます、このご縁に感謝します。すべての存在思い出たち、今になってつながりが見える。奈良市長、市役所とはまた違うのかな。市役所の食堂のお弁当いただきます。久しぶりに食堂でご飯食べましたね。市役所の地下にある社食っていうのかな。でも定食で600円とかでしたね。お弁当の方も多かったですね。はい、ではこれからまた別のところに行きますが、あの目の前が多分あれマリオット、多分ここに来た時は前はまだ作ってない途中でした。ちょっとロビーだけ見ていきたいと思います。ありがとうございました、市役所さん。おー、ここロイヤルホテルなんだ。歩いてきた、初めて歩いてきた。まあ奈良ホテルが一番だと思うけど、この奈良ロイヤルホテルも私は好きです。コロナが始まった頃、ロイヤルホテルさんツインでね、5000円とかだったので、この中にスパがあって、あの温泉のね、宿なんて温泉のスパですわ、結構いい。それ普通入るの1000円なんだけど、だから2人でさ泊まって5000円のお風呂もついてたわけ。ってことは宿泊はツインで3000円ってことでしたからね。中華もめちゃくちゃ美味しいですしね。まあ、奈良ホテルはもう何万とかして、ね、そんなめったに行かれないですけど、ね、今はでもツインで1万円ぐらいになったかな。
でもおすすめですね。ちょっと駅から遠いですけど、多分送迎バスあったと思いますよ。大通りに来てしまいました。排気ガスがやだなと思ってずれてきたんですけどね。久しぶりにハローワーク行ってみました。奈良のは初めてだったんだけど、ものすごい人がいっぱいいましたね。さすがコロナのダメージでね、非正規の方たち就職探してるみたいですね。で、驚いたのは、なんかいろいろ小冊子とかあるから見たら、若者たちの支援サポートとかいうのを見たら、15歳から49歳までが若者の定義になってましたね。すごいですね、それは。あの軍団についていけば駅に着くらしい。反対でした。あ、いろんなお店がありますね。ギリギリ走ってパスポートを取ることができました。おー、久々に駅からダッシュ。何百メートルぐらいあるかな。めちゃくちゃパスポートの受け取りが17時までだったのね。で、着いたのが5分前ぐらいに着いて、久々ダッシュしました、なのでもう今日は7時間ぐらい歩きっぱなしでしょう。すごい運動量、大和西大寺ということで、お疲れワンコインビールを飲んで帰りたいと思います。あ、頑張った。今日は誰もいないから、インフォメーションロボット、こんにちは。アリサなんだ。大和西大寺駅へようこそ。はい、ご用件をお話しください。お酒が飲めるとこどこですか？こちらのお店がおすすめです。はい、どちらに書いてありますか？案内できないことは学習しますので、優しく教えてください。わかりました。さすがです。アジフライとビールにしました。では順番が逆になりましたけど、次は日本酒でワンコインいきます。日本酒とビールとつまみを頼んで1050円。グッジョー。これを行ってみます。こんな感じで日本酒ももう一杯。熟女の生かし方ナンバーワンのお店です。なのでどんどん行っちゃいますね。この後は多分富雄のダーツ屋さんだと思います。らっきょうを頼みました。これで220円安いでしょうね。らっきょうやりたいですね。島根県プロジェクト、みっちゃん、みっちゃん。かなり酔っ払ってます。要はね、居酒屋さんだけどファーストフードの居酒屋さんって感じですね。しっかりいただきました。ありがとうございます。本当もう熟女の生かし方ナンバーワン、坂倉さんがやってるこちらのお店、ファーストフードの居酒屋さんって感じですけど、めちゃくちゃいいです。え、なんかカレー屋さん、好きだったカレー屋さん移動したっていうから、どこ移動したの？
今食べれないけどね。あれここタコさん、え、あ、あー、うん、どれ、これ、見えない、カレー屋さんあるのか。とりあえずちょっと酔っ払っちゃったのでいいです。大和西大寺のあのここは本当に楽しい、これは楽しいっていうか、ハワイにオアフ島に住んでた時に、ゲンジっていうカラオケ屋さんがあるんですけど、1階にものすごく広いんですよ。でもね、そこのねウェイトレスさんが平均年齢70歳、でも歌もめちゃくちゃうまい。だそんな施設をどんどん作っていきたいと思うので、もうとにかく私はアイデアと知恵と直感とかそういうつなげることとかはできるので、あの日本をね本当に良くしたいと思う方、ぜひご連絡ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。大和西大寺のなんかトイレ、いつの間にかこんなに綺麗になって、すごいくない、なんかなんか楽屋みたいな感じですよね。すごいですよ。なんか映ってませんけど、まあ時代が新しくなるっていうことなんでしょうね。大和西大寺、なんじゃこれは、そういう時間なんだ。各駅に行こう。こんな長い、あ、もう普通で行く、普通で行く。でも一個だけ、まあ一個だけだから乗ろうか。早く遊びしたいもんね。じゃあ、あ、そうでもなかった。はいはい、入れるもんだ。一個だけ行こう。忘れてた、 CD が6時から8時の間に来るから、今日はちょっとビリヤード場に行きません。もうこれで帰らなければ、まあ、かろうじて電話すれば来てくれるかもしれない。今6時何分 ?40 分ぐらい、ごめんなさい。なんとか間に合うかな。あ、これはあれなんだ、番号がないんだ、この人の。あらまあ、何分 ?6 時13分。あ、30分前だったか。ごめんね。普通のほら、宅急便だったらほら、ドライバーさんの番号も書いてあるから、電話すればあれなんだけど、申し訳ない。ごめんなさーい。